つの間だ、俺はついにキュウリ星人になったのかってことで、今日のやる料理は、はい、キュウリ買ってきましたってことで、今日はこのキュウリ使ってめちゃめちゃね、美味しい料理やりますね。まあ、僕がもう最近もうずっとハマっててちょっと研究してたやつなんで、めちゃめちゃ美味しい、キュウリ料理やります。じゃあ調理スタート。君たちキュウリペッペイマンゴーだね。はい、今日の材料説明いきます。まずね、まあ、この主役のキュウリちゃん2本ね、今日はちょっとね太めの大きいやつが手に入りました。はい、それとね、あと豚豚こまね、豚こまこれ300ぐらいあるからこれ半分ぐらい使おう、 150g ぐらい使いますね。じゃあね、であと生姜ね、これ新生姜なんですけど、まあ普通の生姜でも大丈夫です。まあとりあえずこれでやっていきますか。じゃあ早速やっていきましょう。よー、じゃあね、早速やっていきたいと思います。今日のキュウリ、これ太くていいキュウリですね。これじゃあ使ってやっていきますね。じゃあまずこんな感じで、ヘタだけ取って、よいしょと。よし。そしたらね、これを、まずね、半分に切ります。よいしょ。こうね。そして、こっちも半分ね。こういうふうにこう切って、そしたら今日はね、キュウリのね、炒めもやりますね。キュウリってね、めちゃめちゃ炒めると美味しいんですよね、実は。なんですけど、キュウリを炒める際に、ちょっとね、このね、キュウリの種がね、水っぽいんですよ。なんで、今日はね、この、シャキッと揚げるために、このキュウリの種は、こう、スプーンで取っちゃいます。こういう感じでね。こうやって、こう、軽くこうやってこう、なぞってあげると、こうやってこう、綺麗に簡単にね、こういうふうにこう、キュウリの種が取れますね。で、これがね、こう結構やっぱり水っぽくて、炒め物にするときにね、ちょっとどうしても水っぽくなっちゃうんでね、今日はこれ取りますね。まあこれ取るのがまあ一つのポイントになりますね、今日の感じのね、お料理の。まあそしたらね、このね、種どうするんだって話ですけど、これ別に普通に美味しく食べれますんで、普通に食べちゃってくださいね。まあなんていうか、こう普通に、まあ普通に簡単にお醤油つけて食べてもいいしね、うん、普通に食べれますからね。で、まあ、この種取ったこのこっちのキュウリの方ですね。今日はこっちの方を主体に料理していきますね。で、これはね、こういう感じで、こういうふうにこう置いたら、こう斜めに大体ね、そうだな、3ミリ、うん、5ミリぐらいなのかな。こういう感じにこう斜めにこう切っていきますね。こういう感じ。そしたらですね、これをこうちょっとね、ボウルにこう入れます。はい、ボウルに入りました。はい、そしたらね、これをね、まずね、ちょっとね、塩で揉みたいんですよ。で、これをね、大体この量だとね、小さじなんですけど、小さじ半分ぐらいにですね、ちょっと加減して入れてもらいたいんですけど、で、これをね、しっかり揉みます。こうやってね。で、あらかじめこうやって、こう、種取って揉むことによって、この、まあ、水分をね、余計な水分を、全部取りたいんですよね。で、まず種を取った時点でだいぶ水分取れましたけど、これで、まあ、こう、塩もみすることによって、まあ、また下味がついて、さらにこの水がね、しっかり出ますからね。この状態に持っていくと、炒め物にした時にもビチャッとなんないで、シャキッとした仕上がりになります。はい、まあ、そしたらね、こういうふうにした、塩もみしたら、しばらくちょっと置いときます。さあ、そしたら今度、生姜ですね。生姜ねえな、ほんとね、っていうことで。まあ、こういうふうに、こう、軽くね、こう、ちょっと汚れて気になるところだけは、こうやってスプーンで、こう、やると、簡単に、こう、綺麗に取れますので、こういう感じで、ちょっと簡単に、こう、掃除してあげて。で、今日ね、この新生姜、手に入ってんで、この料理はね、新生姜がすごく合いますけど、普通の生姜でも大丈夫ですよ。普通の、ひねの生姜でも大丈夫なんですけど、新生姜がね、今時期なんで、これが手に入ったら、皆さん、これ使った方が、てくださいね。これがめちゃめちゃ、美味しいです。はい。さあ、そしたら、この生姜をね、ちょっとね、これね、生姜本当に美味しいんですよ、この料理。なんでね、生姜ちょっとね、多めに入れたいんですね。で、こうやってこう、まあ、ちょっと切りやすい大きさにこうやってこう、ね、まあ、大体もう、マッチ棒ぐらいの大きさでこう、千切りしていくんですけど、まあ、このぐらいかな、今日の量だと。結構ね、これこんなにいいと思うぐらい生姜入れて大丈夫です。もうまず生姜がめちゃくちゃ美味しいですから。で、これまあ、あれだね。分量でわかんないだろうから、ちょっと測ってみるか。測ってみて、どのぐらいあるかね。まあ、目安、多くて、ちょっと多少多くても少なくても大丈夫ですけどね。今日作る目安としては、大体 69g だから、まあ 70g 今日は使いますね。はい。これでやっていきたいと思います。
はい、そしたら今切ったこの生姜をこの、ね、スライスしたやつをさらにこうやって千切りですね、こういう感じで、ね、大体だからこうマッチ棒ぐらいの大きさなのかな、大体そんなに極端なあの細切りじゃなくていいです。多少ね、存在感ある感じの方がこれねまたいいんですよね。はい、こういう感じで、はい、生姜はこういう感じでね、マッチ棒みたいな感じにこういうふうに千切りにしました。はい、それで大体準備は OK ですね。あとこちらの方は大体半分ぐらい使いますね、 300g ぐらいあるんで。はい、これでじゃあ早速やっていきたいと思います。あ、そうだ、それでね、ちょっと今切ってる間にちょっとしばらく経ったらこうきゅうりね、きゅうりほんの少し時間経っただけで結構な水出てきます。でこれをね絞ってほしいんですよ。これを手でこういうふうにこうちょっとずつね、こうやってこうギューッと絞ってあげる。よいしょ。そうするとまあさらに余計な水分がちょっとずつ出て、よいしょ、こうやってね、よ、はい、そうするとね、ほらこんな感じで水が出ますね。はい、これがこれで、でこの状態でもうね、軽い浅漬けみたいな状態です。これで食べてもちょっとね美味しい感じですよ。うん、ちょうどいい、めちゃめちゃ美味しい感じ。うん、こんな感じで調理は下処理しますね。じゃあね、もうね下準備も終わったんで、いよいよね仕上げていきたいと思います。はい、じゃあね早速ね仕上げていきたいと思います。でね、まずねこれね慌てることないんで、まず火つける前にまずねこの用意したこの生姜、こう引き詰めちゃいますね。で結構な量ですよね。でここにこのとんこまなんですけど、いつもこう炒めるときに途中でこうバーンとこう入れると、どうしてもねすぐ固まっちゃって、こうぐちゃぐちゃって感じになってすぐ火が通っちゃうんですよね。なんでここでね慌てないで、このとんこまの場合はね、今日の場合は両手になってるから、火をつける前にねもうね慌てないで、こうやってこうちょっとね広げながらこう置いていっちゃいます。で火ついてなければ慌てないでこれ準備できますんで、こういう感じでね、あらかじめこうな、フライパンに入れるときにね、ちょっと大きかったらこう、なんていうのかな、裂いてあげて、こうやってね、こうある程度こう広げてあげます。こうやってね、そうすると後でドヒャーって入れて固まる心配がないので、こうやって落ち着いて作業できますからね。よし、はい、これで大体ね半分ぐらいだから、これ150g ぐらい入りましたね。はい、あとはじゃあ早速やっていきますか。はい、そしたらこうやって広げて準備ができたら、ここで初めてこう火つけます。はい、はい、そしたらここで、はい、ういまず油大さじ1杯こう入れて、よし。ただね、火はね、まあ、中火ぐらいでいいよ。中火ぐらいでこんな感じで、で最初ねせっかくこう広げて入れたんで、動かさないでこのままちょっと火入れていきます。しばらく火が入るまで ね、こうすることによってしっかりじっくりね、下の生姜からこう火が入って、それが肉に香りが移ります。それと同時にこう下の生姜がクッションになって柔らかくね火が入っていくんで、ちょうどよくねこうくしゃくしゃってならないで、極端に火がすぐに通らないでじっくり火が入っています。この状態を作るために、さっきこういう風にね、先にこういう状態にしました。でしばらくこういう風にやっていくと、まあね生姜の香りがパーンって上がってきて、こうジク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 いってきますね。はい、そしたらこう慌てないでね、こうやってこう肉をこうやってこうひっくり返してあげます。よいしょ、ね、火加減はね中火ぐらいですよ。超中火じゃなくて全然平気ですからね。こういう感じで、ね、そしたらね、このもう豚肉が8割ぐらいまだ赤いの残っているような状態で、ここからもう味付けいきますね。はい、そしたらまず、お酒料理酒ね、はい、これを大さじ1杯、はい、入ります。はい、そしたら、はい、毎度おなじみ味噌ミシャンタン、これをね小さじ8分目ぐらいだね。うん、きっちり1杯というよりは8分目ぐらいから1杯、まあ8分目ぐらいでいいね。うん、でこれで、それで最後の最後にお酒、これ醤油ですね、普通の醤油なんですけど、これを小さじ1杯、はい、よいしょ。はい、そこに、はい、ブラックペッパーね、ブラックペッパーをシャ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 、よし、はい、こんな感じで、さあ、で全ての調味料が入って、こうやってねでこう一回ししていくと、じっくりじっくり
ね、ソーミシャンタンが溶けてしっかりね、あの味が入ってきます。でこのトンコマにあんまりね極端に火入れないようにした方がいいですね。硬くなっちゃうだけなんで、今日の料理はこの焦げ目をあんまり重要視しないので、ゆっくり火を入れて柔らかい肉はある程度柔らかい状態で仕上げますね。でこういう感じで、ね、ようやく火が通った感じで、それと同時に全部お酒が蒸発してあの調味料も馴染みました。はい、ここで、はい、先ほどあの下処理したきゅうりね、これを全部入れちゃいます。そしたらここからちょっともう強火でいいですよ。これでキュウリにはもう下味が入ってるんで、あのキュウリっていうのはね、そんなにね、あの炒めるものの時に極端に火入れなくて大丈夫です。こうやって一回しして、で肉と生姜の香りが移ってめちゃめちゃいい状態になりますからね。そしたらこんな感じでさーっとこう回してあげて、キュウリにさーっと火が通ったところで、よいしょ、はい、もうこれで完成です。はい、はい、そしたら、最後の最後に、はい、ごま油ね、はい、ごま油を小さじ1杯ぐらいね、こうやってこう、はい、回し入れて、はい、これで完成となります。よし、はい、そしたらね、はい、できたてのきゅうりちゃん炒めをさらに盛り付けて、よいしょ、めちゃめちゃ美味しそうだね。はい、こんな感じで、はい、器に盛り付けて、よいしょ、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、はい、きゅうりと豚肉の、はい、さっぱり生姜炒めの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこんな感じですよ。どうですかこの感じ、美味しそうに撮れてるかね。めちゃめちゃ美味しそうですよ。はいはい、じゃあ早速これを食べる前にいつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー美味しい、もう美味しい、美味しいということで、こんな感じ、これだよ、こんな感じだよ、美味しそうに撮れてるかな。よし、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。よし、じゃあいただきます。じゃあね、このきゅうりとね、豚肉ちゃん同時にいただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。すんごい美味しいですね。このね、生姜がいい、生姜がいい味出してるよ。もう生姜とね、このきゅうりでとのさっぱりに、この豚肉のコクですよ。このね、バランス最高ですね、これね。うん、ほんと美味しい。これもうね、きゅうりがもうしっかり下処理してあるんで、あのパリパリして、このなんていうのかな、水っぽくないし、すごくパリパリしてるんですよ。うん、のこのパリパリの爽やかさに、この生姜がめちゃめちゃ、この塩味効いたその生姜香りも立ってるし、半端ね美味しいですよね、このコンビネーションが。でそれにあの 豚肉ですよ、このコクがこうちょうどね相まってね、いやもうこれ最高のつまみですね。これほんとたまんないですよ、これ。うーん、たまんない、これ本当に僕の好きな味ですね。うん、やっぱりね、まあこのきゅうりっていうのは大体ほら漬物にしたり、まああんまり火を通さないで食べるっていうのがまあ定番だと思うんですけど、こうやってね炒め物にするとね、めちゃめちゃ美味しいんですよね。ぜひね一度ね皆さんやってみてもらえて、でそのこの豚の肉もまあどの部位使ってもいいんですけど、このどっちかっていうとね、この脂身の少ないこの豚こまがちょうどいいんですよね。この何とも言えないこう、うん、あのなんていうかな、肉のこのコクときゅうりと合うんですよね。なんだけど豚こま使う時はあのいつもこうね、ギャーッとこうやっちゃうと、あの極端にこう丸まっちゃったりとか、硬くなりすぎちゃったりとかするんで、
あの今日のやり方みたいに あらかじめね、あのフライパンに慌てないで火つける前にこう広げておいてあげる。でその生姜の上にのせることによって生姜の香りも移るし、あのものすごくいいやり方なので、今日のやり方を踏まえてやるとみんなね失敗しないでね美味しい炒め物ができますよということで ね今日のねこの炒め物、これはもう本当にねビールにはもう最高ですよ。ビール焼酎にはもうたまんないおかずですよこれ。うん、まあそれにね普通にご飯のおかずとしてももう爽やかで、どんなにね食欲がなくてもねこの爽やかな香り、爽やかな味付けだったらねもうご飯もバリバリいけますよこれこれはたまんないわめちゃめちゃ美味しい。うん、ってことでね、今日のこの簡単料理や、きゅうりとね豚肉の、さっぱり生姜炒め、ヘイ大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。